初日がちょっと悔しそうだったと思う。初日はなんかもうなんか前言日からなんか変な緊張感がすごいあって、もう同系の先輩の森影さんにちょっと迷惑かけるような感じで、もう自分のことしか考えられなくて、はい、迷惑かけちゃったし、なんか やりづらい、自分の中ではちょっとやりづらい3分戦だったんで、はい、ちょっと苦戦したんですけど、今日は池田がやっぱり地元の、そうですね、もう角田さんついてる分、何としてもそれだけ決めないとというのか、はい、そうですね、もう全面的にもう何回も連携あるし、もういつも仕掛けるところですごい仕掛けてくれるし、もう池田さんの後ろついて負けたらもう全然悔い残んないんで、はい、その分でちょっとこう二次予選から気持ちがこう、まあ、そうですね、ほぐれるというか、今年とりあえずあの G1、G2 で、初日突破しできなかったんで、一回も。なんでとりあえず初日突破できただけでも良かったんですけど、まあ、初日ほど執念だけという感じだったですよね。はい、二次予選も突破できたんで、準決勝もその流れでいければいいかなと思います。この決勝乗った4年前くらいなんですけど、はい、あの時からもう結構レース覚えてるんですか、もうグイ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 前に行ったりして。あ、そうですね、はい、もう中とかも躊躇なく多分入っ、あの時は入ってくるんで、もう自分本当そういう勝ち方しか、もう G1 とかになっちゃうとスピードが違いすぎて、なかなか外勝負っていうのなかなかできなくなってきてるんで、はい、まあ、ああいうもう泥臭いレースで行くしかないんで、準決も諦めずに、そうですね、しかも流れちょっと向いてきてる感じしますね。若干ちょっとそういう感じあるんで、まあ、いつも6月ぐらいから調子良くなるんで、良くなってくれればこれでいいなと思います。来月も G1 あるんで、はい、そこに向けても頑張りたいんで、はい、ちょっと取り返す分というか、そうですね、今年大宮記念、ね、優勝できたのが良かったんですけど、その後の G1 も全然ダメだったし、ダービーも全然ダメだったし、強度もダメだったんで、はい、地元でどうにか準決勝を乗れて良かったです。明日はですね、パンパンになるぐらいやった方がいいかな。頑張ります。お疲れ様です。ありがとうございます。